まもなく最後の大垣行き夜行が出発します。ホームはですね、たくさんの別れを惜しむ鉄道ファンらで混雑しています。私も大垣まで旅してみます。やっぱり寂しいですね。すごく新しい車両になるのはいいんですけど、ずっと小さい頃からこれで旅行してたんで、やっぱりなくならないでほしいなっていうのは本音です。バチ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 、こういう風に喋っていけるっていうか楽しい。新幹線だと楽だけど、すぐ着いちゃってなんか旅行的がしないから、昔のその懐かしいこの旅という雰囲気が残ってますよね。青春のノスタルジャというか、そういうことは若干ありますよね。それがもうなくなるのは非常に寂しいですね。午前3時です。寝てしまった人もいますけれども、ほとんどの方まだ起きてまして、友達の輪も広がって語らいの方も随分盛り上がってきてるようです。僕ら大垣から来て今帰るようになった。我々はあれですよ、汽車に乗ることは手段じゃなくて目的ですから、もうこれ乗るのが目的ですから、もうしょうがないんです。これはいつも目的を決めないで乗ってっちゃうんで、今日もどこに行くかはまだ決めてないんですよ。ご乗車ありがとうございました。終点大垣でございます。